皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の20回目。今回は素数と素因数分解についてお話しします。まず前半の画面では素数の意味と素因数分解の方法、後半は素因数分解を使って最大公約数、最小公倍数の求め方を紹介します。1以上の整数のこと、これを自然数と言いました。自然数です。自然数は順番を表すことができる数のことです。そして1とその数自身しか約数を持たない自然数のこと、これを素数と言います。1と自分自身しか約数がない、そういう数、それが素数です。これ言い換えると約数が2つだけの自然数のこと、こうね、表すこともできます。では括弧1、1桁の素数を見つけましょうと。ここに1から9まで数が並んでいます。では1はどうでしょう、1はこの約数が2つだけという条件に当てはまりませんよね。ですから1は素数ではありません。2はどうでしょう、2は約数は1と2だけですよね。ですからこれは素数と言います。素数って他の数で割れちゃいけない、こう考えると見つけるのは楽になります。3は他の数で割ることはできませんよね。ですから3もそうです。4はどうでしょう、4は2で割ることができます。ですから素数じゃないんですね。5は他の数で割り切ることができません。ですからこれは素数と。6は6以外の2でも3でも割ることができますから、これは素数じゃありません。7は7以外の数で割り切ることはできませんね。約数が2つだけなので7は素数と。8は2、4で割ることができますから素数じゃないということですね。9は9以外の3で割り切ることができますから、これも素数じゃないということで、1桁の素数は2、3、5、7、この4つになります。では素因数分解、これに入ります。素因数分解というのは自然数を素数の積、素数の掛け算で表すこと、これを素因数分解、このように言います。6は 2×3、 こんな風に表せますよね。2も素数、3も素数ですね。ここにあります。8はどうでしょう、8、ね、2×4 だと書いちゃいそうですけれど、そういうミスを防ぐためにこの縦にやる割り算で素数の積に直すことができます。ここに8を書いて、その隣にこんな印、これ割るという意味ですけど、書いて素数を書いていきます。8は2で割り切るので、2をここに書くと8割る2はその答えを下に下ろします。4、4は2で割ることができますよね。これ2ですね。4割る2はその下に答えを書きます。2となります。2はもう他の数で割ることができません。素数ですよね。ですから8はここに出てきた3つの2、この掛け算ということがわかります。ですから8は 2×2×2、 こう表せますが、指数を使って類乗の形にして、これは2の3乗と、ね、8を素因数分解した、そうしたら2の3乗と、こんな風に表せるんですね。ではこの4番90、これはどうでしょう、これ大きな数なので、このような割り算をして、ね、素因数分解していきます。90は2で割ることができます。ですから2で割ります。90÷2、この答えを下に書きます。45ですね。
45は2では割り切ることはできませんね。これ3で割り切ることができます。ですから隣に3を書きます。45÷3、答えは15です。15はまだ素数ではありません。15は3で割り切れますから3で割ります。15÷3は5、5は素数ですよね。ですからここに素数が並んでいるわけです。90は 2×3×3×5 と、ね、2×3×3×5 と、これを累乗の形にするので 2×3×5 と、これが90を素因数分解した形になります。で、この素因数分解した時の素数の積で表す時、素数は小さい方から順番に書く、こういうルールになっているので、このことも覚えておきましょう、ね、これを 5×3÷2 とか 3÷2×2×5 とこういうふうに書けないんですね。小さい方から、この中で一番小さいのは2ですから、まず2を書いて、その次に小さい素数は3だから3÷2、そして最後に5と、こういう順番になるんですね。では次は素因数分解を使って最大公約数と最小公倍数を求めていきます。ここで最大公約数と最小公倍数の意味を確認しておきます。複数の数があった時、その複数の数を割り切ることができる共通の約数、これが公約数でした。その中で一番大きなもの、これが最大公約数です。複数の数の共通した倍数、これは公倍数で、その中で一番小さなものが最小公倍数ですね。ここでは素因数分解を利用して最大公約数、最小公倍数を求めていきます。下の数の組み合わせの最大公約数と最小公倍数を求めましょう。括弧1、16と24、先ほどやったようにこれを縦に割っていきます。その時16、24を横に並べて書いて、まず素数の小さい方の数で割っていきます。16、24を割り切ることができる素数で一番小さいものは2ですから、2で割ります。16÷2は8と、16÷2の答えは16の下に8とできます。同じように24÷2は12なので、24の下に12と書く、これを続けていきます。やはり2で割れるので2で割ります。8÷2は4、12÷2は6と、4と6を割り切ることができる共通の素数2ですね。4÷2は2、6÷2は3で、2と3になった、2と3はそれぞれ素数なので共通の約数はありません。ここで縦に222、横に23と並んでいます。この時最大公約数は縦に3つ並んでいる、この数をかけます。つまり2の3乗ですね。8なので、この16と24の最大公約数は8ということになります。これに対して最小公倍数、こちらはこの並んでいる数字を L 字状にこのように書けます。そうすると2の4乗かける3になります。これを計算すると48になるので、この48が16と24の最小公倍数と、このようになるんですね。この縦にかけると最大公約数、 L 字にかけると最小公倍数になる、このことを覚えてください。次は3つの数になります。2番では12、36、42、この3つの数を共通の約数である素数で割っていきます。
書き方は同じで12、いいわ、36、42とこうなりますね。これを縦に割ります。小さい素数の2で割りましょうと、12割には6、36割る2は18、42割る2は21となりました。6、18、21、これはもう2で割れないんですね。で、3で割れるので、これ3で割ります。3で割ると6割る3は2、18割る3は6ですね、36じゃない、21割る3は7となりました。これ3つを共通して割り切ることができるものはないので、一度ここで止めます。この時横に並んでいる縦にね、2と3ですね、縦の2と3、これをかけたものが最大公約数になります。 2×3 で6、この3つの数の最大公約数は6です。じゃあ最小公倍数は先ほどと同じように L 字上にかければいいかというと、ここはちょっと待ってください。この3つの数の中で2と6、これはどちらも2で割ることができますよね。ですから3つの中で2つを割り切れる、つまり2つの数の公約数がある場合ですね。それで割っていきます。そして7は共通したものがないので、これはそのまま残します。2と6を2で割ると、2割る2は1、6割る2は3、7はそのまま下に降りてこうなりますね。これそのまま降ります。で、1と3と7、もう2つに共通しているもの、この3つの中で2つに共通している約数というのはないので、ここで計算は終わりです。こうなった状態で L 字にかけます。こういう L 字状に掛け算をします。これは2の2乗かける3の2乗かける7になりますね。これを計算すると252なので、この12、36、42の最小公倍数、これは252とこのようになります。2つの時にはそのまま L 字上にかければいいんですけれど、3つの時には一度共通しているものがなかったら、3つに共通しているものがあったら一度止めて最大公約数を求め、そしてこれが求められたら3つの数を比べ、2つの中ね、その3つのうちの2つ今日の中で共通している約数があるからないかなというのを探します。そしてあったらその数で割ってください。そして最後に L 字上にかけて最小公倍数が求められる、このようになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。